今回は俺とルフィと。なんでまた俺なんだよ。そんなの知るわけねえだろ。ひとまず例の輪を探すぞ。どこだ輪。ちょっと待てルフィ、闇雲に動いても見つかるとは思えねえ。だがわからねえなら勘で行くしかねえだろ。多分こっちだ。ついてこい。よーしルフィ、ゾロと反対方向へ進むぞ。おう。なんでだよ。ところであんたたち、ひょっとして麦わらの一味か。おう、なんでわかったんだ。手配書を見たこともあるし、わかるさ。こんなところで有名人に出会えるなんて光栄だよ。特別にこれはタダでやる。これってキノコか。ああ、砂漠地帯に生える珍しいもんだ。非常食にもなるし味もいい。ぜひ食べてくれ。そりゃいいな、受け取っておく。なあ、一つ聞きてんだが、叶えてほしい願いとかねえか。願い？突然妙なことを聞くな。俺様は冒険で出会ったやつの願いを聞くのが趣味なのさ。ロマンがあるだろう。願いね。強いて言うなら、そのキノコを海賊狩りのゾロに食べてもらうことかな。あんたのお墨付きともなれば、飛ぶように売れる可能性もあるだろうし。おっと、そろそろ仕入れの時間だ。俺は失礼するよ。ん？仕入れも済んでないのに開店してたのか？ああ、ちょっと気が早かったかもな。とりあえず俺は行くよ。じゃあな。このキノコをゾロが食べるだけでほつれが解消されるのか。案外簡単だな。肉が良かったな。もらえただけ良かったじゃねえか。でも見たことねえキノコだし、一応ちゃんと調べた方がいいかもしれねえ。そうか。まあ多分大丈夫だろ。おいおい、お前ら、あんな怪しいやつからもらったキノコなんて。もう食っちまったぞ。何？吐き出せゾロ。んなことできるわけ。ゾロ、おい、しっかりしろゾロ。キノコそんなにまずかったのか。いや、多分これは毒キノコだったんだ。とにかくすぐに薬を作らねえと。どうすんだ。確か前にチョッパーが。アラバスタには解毒剤に使える苔があるんだ。へえ、そりゃ便利だな。もし俺がいない時に毒に当たった時は、まずこの苔を使うんだぞ。そうだ、解毒効果のある苔だ。海辺で繁殖してるってチョッパーに聞いたことがある。この辺りで海って言えば西の入り江だ。わかった、西の入り江だな。おい待てルフィ、お前どんな苔か分かってんだろうな。まあ、しとけ。本当か。俺はここでゾロを見てるから、任せたからな。
よし、行くか。わかんねえ。久しぶりだな。俺、苔を探してんだ。ゾロが毒で、苔がいるんだよ。この近くに苔があるはずなんだ。教えてくれ。仲間が大変なんだ。苔の場所を教えてくれ。これがウソップの言ってた苔か。よし、これでゾロが助かるはずだ。急いでウソップとゾロのところに戻らねえと。大丈夫か？海賊狩りのゾロとその仲間の首もらった。海賊狩りが倒れてる。今がチャンスだ。ルフィ、早く戻ってきてくれ。ウソップ。ルフィ、押せよ。悪い、でも苔は取ってきたぞ。そうか、でかした。仲間が一人増えたところで何だってんだ。やれ。うわ、来るぞルフィ。おう、やるぞ。ギアセカンド、ロノモノジェットウィン。ウソップパフォーム。勝負だ。ゾロ、これを飲め。ルフィが取ってきてくれた薬だ。もう大丈夫だからな。おお、目が覚めたか。気分はどうだゾロ。ああ、よく寝た。
いや、のんきすぎるわ。お前、毒で倒れて死にそうだったんだぞ。そうだったのか。覚えてねえのかよ。お前が倒れた後大変だったんだからな。ルフィは苔を探しに走って、俺は賞金稼ぎたちに襲われるしよ。そうか、そりゃ悪かった。ゾロ、もう大丈夫だな。迷惑かけたな、船長。よかった。ああ？お前、俺たちに毒キノコを渡してきた商人じゃねえか。よかったってどういう意味だよ。それはなんだ。ん？俺たちメモリアに戻ってきたのか。その通りよ。お帰りなさい。やけに中途半端なタイミングで戻ってきちまったな。すごいな、ちゃんと解毒できてるぞ。でも毒を持った商人がそんなことを言うなんて、おかしな話ね。おかしな話だ。絶対なんかあるよな。ああ、あんた分かってないでしょ。あいつの事情に興味はねえが、直接本人に聞けばわかるだろう。力もまだ取り戻せてねえ。さっさともう一つの記憶のほつれを探しに行くぞ。おい、あいつあの商人じゃねえか。なんか様子がおかしくねえか。ひとまず声をかけてみるか。だから俺はもうやめるって言ってるじゃないか。ああ、何言ってんだお前。アニキンさんの弟だから使ってやってるのに調子乗りやがって、金やら。お前たちももうこんなことはやめるんだ。てめえ、どの口が言いやがる。どうやら痛い目に遭いてえようだな。覚悟しろや。おい、な、てめえらは、このさん、仲間だったんじゃねえのか。うるせえ、てめえには関係ねえだろ。俺たちを邪魔しよってんなら、てめえらからやっちまうぞ。おいおい、お前ら一度俺たちに負けてるだろう。そんなの関係ねえ、覚悟しやがれ。
お前らがその気なら受けて立つぞ。狙撃手の腕を見せてやる。ウソッペッツパフォーム。任せろ。どうして俺を助けた？あいつらが気に食わなかっただけだ。まあこういうやつだ。あんまり考えすぎない方がいいぞ。この前は悪かった。許してくれ。んなことはもうどうでもいいんだよ。よくはないだろ。それよりお前が言ってたよかったってのはどういう毒キノコを渡してきたのはお前なのにゾロが助かってホッとしてただろう。まあさっきのやりとり見てたらなんとなく察しはつくが、本当はあんなことはしたくなかったんだ。なんか理由があんのか？最初はその日の食い物にも困る生活から抜け出そうと兄貴が始めたことだったんだ。兄貴は昔から体が丈夫で喧嘩にも強くて、ある程度の海賊になら勝つこともできた。そいつらを捕まえて海軍に引き渡す。俺は兄貴の手伝いをして生活費が稼げればそれでよかったんだ。じゃあ最初は兄ちゃんと二人で賞金稼ぎをやってたってことか。ああ。そうしてるうちにいつの間にかその辺の荒くれ者たちが集まってきた。兄貴はそいつらを束ねるようになって欲深になっていった。そして今回みたいな卑怯な手口を使ったり、海賊以外の金持ちも襲うようになったんだ。そりゃもう賞金稼ぎじゃなくてただの賊だな。ああ、俺はもうこんな生活は嫌だ。兄貴にも早く足を洗ってほしい。兄貴にはちゃんと言ったのか？もちろん言ったさ。でも聞く耳を持ってくれなかった。だからって俺に兄貴を見放すことはできない。今俺が生きていられるのは兄貴のおかげだから、うん、恥を承知で頼む。兄貴を止めるのを手伝ってくれ。こいつの願いを叶えねえと俺たちの力も戻らねえ。やるしかねえだろ。まあ一番迷惑かけられたお前がそう言うなら。よし、おっさんの兄ちゃんを止めりゃいいんだな。ありがとう、本当にありがとう。そういやおっさんの兄ちゃんはどこにいるんだ？兄貴は仲間を引き連れてこの町に戻ってきてる。今は確か南の裏通りあたりにいるはずだ。
よし、さっさと行くぞ。ゾロ、お前は迷うんだから前歩くんじゃねえ。港へ行く道の途中に噴水があっただろ。それが分かってりゃ迷わねえよ。あ、おめえにそんな知恵があったとは。そういえばシャボンディ諸島でも似たような知恵を絞ってたな。すまねえゾロ、疑っちまった。よし、行くぞお前ら。趣味だ。何？毒で倒れてるんじゃねえのかよ。知らねえよ。つうか、なんでお前がそいつらと一緒にいるんだ。俺はもうこんなことは終わりにする。ああ、何言ってんだ。俺たちを裏切るってのか。裏切るわけじゃない。もうやめるって言ってるんだ。そんなこと本当にできると思ってんのかよ。よし、こいつもまとめてやっちまえ。やるか。俺がまとめて相手してやる。三刀流王三千世界。ゴムゴムのガソリンだ。これだ。ウソップ様の出番で。何の騒ぎだ。兄貴、ようやくお出ましか。こいつがおっさんの兄ちゃんか。お前どうして麦わらの一味と一緒にいるんだ。兄貴、こんなことはもうやめよう。これからは商人として真っ当に。はあ、
笑わせるな。この間もそんなこと言ってたが、大体誰のために俺これまでのことは感謝してる。でも最近はいくらなんでもやりすぎだ。海賊以外の人まで襲うなんて。うるせえ。この世は金だ。金が手に入れば何だっていいんだよ。そんな、こいつ全弟がこんなに必死になってんのに。話を聞かねえのはそこの愚弟の方だろ。そんなのはもうできない。この分からずやが。いいだろう、叩きのめしてしつけ直してやる。そんなこと俺たち笑わせる。こっちには数がいるんだ。全員でかかれ。あっちがその気なら俺たちは相手してやるだけだ。この感覚は、ああ、力が湧いてくる。よし、行くぞお前ら。試してみるか。行くぞ、俺についてこい。行くぞ。お、援護はまっさ。ゴムゴム。火炎ピストル。マジ。これからだ。俺が。ゴムゴムの。ピストル。これからだ。鬼、俺の方が強い。こいつ根性あるな。弟の言ってた通りの丈夫さだったぜ。兄貴、こんなにボロボロになったのはいつ以来だろうな。俺の負けだ。俺たちはもう飢えてただけの子供じゃない。こんなやだからお願いだよ兄貴。くそ、わかったよ。俺だって引くに引けなくなっただけだ。そんな顔をさせたいわけじゃなかったんだ。兄貴、よかったなおっさん。ああ、本当に本当にありがとう。いいってことよ。弟に感謝するんだな。ああ。お帰りなさい。今度も無事に記憶のほつれを直せたみたいね。なんか大変だったけどな。でもおっさんたちが仲直りできてよかった。あれってそういう話だったか。